本能寺で信長が死に、織田家は大混乱じゃ。そこから頭角を現したのが、霊石を独り占めした藤吉郎。勝家は賤ヶ岳で藤吉郎に敗れ、ここ北の庄城に立てこもっておる。 様やチャチャ様を奪うために、まやかしを差し向けおったか！ Thank you.
この金悪しき気を払えるようじゃ。打ち鳴らせば助けとなるじゃ。人もよう考えるもんじゃ。やはり兄弟じゃ。信長と似た気を感じるの。どうやらお市は勝家と共に天守に逃げ込んだようじゃ。急ぐのじゃ。
あやかし払いの金の目ももうわずか。我らもここまでか。はずもねえのに、権六め必死になりやがって。疲れた者同士で争わねばならぬとは。Yeah!
様、またしても落城の浮き目に遭わねばならぬとは。俺の主は藤吉郎になったんでな。悪いが首をもらう。だとは聞いていたが、ここまでとはな。お前に勝てる気はしねえな。主のために忠義を尽くすのが侍。負けたからには腹を切って詫びるしかねえ。だろ？